おととい、那覇空港に到着された天皇皇后両陛下。最初に訪問されたのは、沖縄戦で激しい戦闘が行われた糸満市摩文仁。両陛下が揃って沖縄で慰霊をされるのは25年ぶりです。沖縄戦で犠牲になったおよそ18万人が眠る国立沖縄戦没者墓苑で、両陛下は花を手向けられました。この後、遺族一人一人に声をかけ、どなたを亡くされましたかなどと話しかけられました。これまで上皇ご夫妻の慰霊にも立ち会ってきた遺族は、一人一人にね、長時間というか、時間長くして声かけをしてくださっておりまし、いらっしゃいましたので、遺族の一人としては本当に感謝をさせています。その後、平和の礎を視察し、平和記念資料館では沖縄戦で家族を亡くした人の証言集などをじっくりと読まれていました。両陛下は初日を終えた感想を侍従を通して寄せられ、静かに燃える平和の火の前に立ち、青く広がる太平洋を望みながら、沖縄戦の悲惨さや私たちが現在享受している平和のありがたさを思い、改めて平和の大切さを心に刻みましたなどと述べました。2日目の昨日、両陛下は宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで行われた美ら島沖縄文化祭の開会式に出席し、お言葉を述べられました。地域や世代を超えた交流の輪が広がるとともに、広く国民の間に沖縄に対する理解が一層深まる大会となるよう期待しています。文化祭では沖縄の多様な伝統文化や県出身のアーティスト三浦大知さんと高校生の合唱などが披露されました。その後、関連するイベントの壁画を作るワークショップなどをご覧になり、即位後初めてとなる沖縄訪問を終えられました。